ほのかです。それでは先ほどのベーシックを用いて早速宇宙を構築してみます。レクチャー9にありましたように、 C のコードと Am のコードはパラレルトナリティ、二重螺旋構造の関係にありました。それでは早速、これで先ほどの分だけ宇宙が構築できました。